べて行きました。ここはこれです。入園料は大人800円、子供200円、激安。あれ、入って速攻でありました。天陽の馬小屋。山田天陽の馬小屋です。ちょっとどいで、ちょっとどいで、取らして、ああ、中までは見えないよね。そう、ここだけ。確かに、こっちから見たら分かった。天陽ってさ、誰？あのイケメンのさ、馬の絵描く男の子いたじゃん。続きまして、天陽の家、来ました。すげえな、かやぶき屋根。この天陽くんの家、ドラマの中では昭和20年代と30年代で結構様変わりしてます。家が良くなってるんですね。もともとすごいポロッポロの掘ったて小屋に住んでました、幼少期は。この天陽くんの家、ここ帯広にある真鍋庭園の中に展示されてます。皆さん行ってみてください。 Dude, that father is 10 年 permed